どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。今回はですね、チャイビズというものをやっていきたいと思います。早速やっていきましょう。ちょっとこれをね、ちょっと攻めてしたいと思うんですけれども、これ結構金山に溜まってますね。そしてダンホール8なんで、まあ同格ということでやっていきたいと思います。今回やっぱ攻める愛、どうしよう。やっぱ普通に行ってもいいか、普通に行ってもいいか、その普通がよくわからん。いや始まっちゃった。もうここら辺から行っちゃう。ここら辺から、まあ今回のその何でしたっけ、ジャイビズっていうのは基本的にジャイアントを盾にしてウィザードで後ろから焼き続けるという技なんですよ。やばい、これハマりじゃね。これ絶対バレない、バレない。俺が下手すぎ、俺が下手すぎ。そうじゃん皆さん、私は下手です。すみません。私は下手。よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ、よし、よしです。ただですね、こっちフリーなんで、基本的に。よいしょ。今出さないといい。あ、もうちょうどいいじゃん、ちょっと。基本的にちょっと、いいですね。いいんじゃないですか？よし。これで。あ、やられた。やられたー。ちょっと待って。お前ならいける。お前ならいける。お前ならいける。困ったら、アーチャーで金山だけの乗り話を。じゃあ補充機関のターゲット分散させていって。なんで分散しないの、なんでやねん、なんで分散させたところに行かないです。先輩ダメだな、もうね、ダメですね。私ちょっと攻めるね、センスないっす。うん、だってこんなさ、相手金壁とかさ、濃い紫じゃない普通の紫でさやんの、ちょっとやっぱ俺の攻めるセンスがないっすね。こんな使って、まあ反省して、まあ反省会開いててもしょうがないんで。まあということで今回は、ジャイビーズやってみました。やっぱジャイビーズのポイントとしては、ジャイアントを盾にして、ウィザードで後ろから焼くという形なんですけれども、やっぱりそのジャイアントの動きを読んでやることが重要ですね。それが今回身にもって分かりました。ジャイビーズ私基本的にやんないんでね。基本的にゴレウィズですね。ゴレウィズもおすすめなんで。はい、よかったらやってみてください。ご視聴ありがとうございました。